というわけでスリナム上陸です。いきなり降ろされてあっちまで歩きます。飛行機の数に見合わないぐらい空港がでかい。とりあえずパラマリボ到着しました。今朝4時なのでちょっと仮眠取ります。おやすみなさい。空港の中は本当に人がいなくて、こんな感じのタクシーの会社がゾロゾロ並んでるだけの異様な光景。よくこんな人いないとこで寝てよ。結局空港泊してる人僕以外いませんでした。さあここからが大変だよ。とりあえず出発口の近くに来ましたが、こっち来るとそこそこ人がいますね。みんなこれだけ荷物置いて移動してるんで、治安的にはまあ良さそうな国なのかもしれませんね。こんだけ広くて、なんか可愛い広告も出てますけど、ここから脱出する方法が、あのタクシーしかなさそう。ちょっとお金がない僕にはなかなかきつくなりそう。結局時間になっても例のバスは来ませんでした。まあそりゃこんなところにバスなんて来るわけないよね。仕方なく中戻ってきたんですけど、誰もいません。この職員が僕を見つけてくれて、今タクシーの会社に電話をしてくれています。ちょっとさすがに昨日の4時に着いて、もう朝10時半で疲れてるので甘えます。今回アゴダで予約したこちらのお部屋、蚊帳がついてるんですけど、本当に蚊が多くてもう足刺されまくりす。さっきからかゆい。コンセントの形は日本のやつと一緒。ちょっくら街歩きしてどんな様子なのかちょっと見に行ってきます。ここの通りはレストランだったりバー、あとはあっちのちょっとなんかタピオカかなっぽいお店も結構あって、日曜日でも空いてるので結構賑やかですね。人が全くいない謎のおしゃれなストリート、ちょっと行ってみます。いきなりお土産が売ってます。スリナムにもゼーランディア要塞はあります。ちょっと行ってみます。この説明書きが全部オランダ語。これでもスリナム南米なんですよ皆さん。
大阪のハングルまで見つけました。類の時計で時間合ってるの久しぶりに見た気がします。南米の気候でこのヨーロッパの建物なんでもう本当に異世界にいるような気分です。これも工事中だけどめちゃめちゃかっこいいおしゃれな業界です。あそこのお店は中華系ですね。こっちも中華系、こっちも中国系。漢字だったり中国の文字を見ることがめちゃめちゃあります。どんぐらいいるんですかね中国人。カジノもめちゃめちゃあるんでぜひお金に余裕がある方はやってみてください。そしてこちらにはバカでかいモスク。本当にいろんな宗教だったりいろんな人種の人が混ざってる印象ですね。そんなモスクの隣にユダヤのシンボルの、あの星が書いてあります。本当にごっちゃ混ぜ。これは東南アジア系ですかね。せっかくなんでインドネシア料理を南米で食べたいです。もちろんバーガーキングはここにもあります。バーガーキング結構夜遅くまで営業してますね。今は空いてないけどめちゃめちゃインドネシア料理があります。食いてー。ちなみにこんな感じで、まあ綺麗に舗装された道路の横にこんな感じで家が立ち並んでる感じです。これは中国人用の床屋ですね。すごい、本当に中国の人がたくさんいるんだと思います。スーパーで買い物な感じの中華の麺だったりインドネシアのインスタント麺も売ってます。スリナムのコーラ買ってみました。夜でも割と大通り沿いは明るいので比較的安全に歩けます。じゃあちょっと日も暮れてきたので夕ご飯食べきまーす。2時間遅れで到着です。マジで遅い。普通に美味しいんですけど、やっぱ本場のインド人が作るんでめちゃめちゃ辛い。そしてついにナンも到着したんですけど、ペラッペラ。僕たちがいつも普段日本で食べてるあれは何なんでしょうか。じゃあ今日は人生初蚊帳の中で寝ます。おやすみなさい。というわけで2日目スタートです。なぜこんなところに中国系の市場。残念ながらやってません。昨日来たらもうすでに閉館時間になってしまっていた要塞、今日は休館日です。屋台のこの絵の感じめっちゃ好き。スリナムの路線バス、こんな感じでマイクロバスなんですけどめちゃめちゃ派手。だんだんなんか南米っぽくなってきました。そしてこちらがパラマリボの中央市場。
ここに行けば大体なんかあると思うんでちょっと行ってみます。ここの屋台で今日は昼ご飯。Thank you. Afrini. With bush meat. Thank you. これアジアだけじゃなくてアフリカ料理まであるのもスリナムおもろすぎる。いや、もしかしたらここから空港行きのローカルバスあるかもしれませんね。もうこれだけ中国の影響力が強いと僕が一人で道歩いててもジロジロ見られたり怪しまれたりしないので、まあそういう意味では本当になんかありがたいっていうか感謝してます。スリナムサッカー協会かな、これは。ちゃんとスタジアムの名前はオランダ語で書いてあります。スリナムリーグの昨シーズンの王者は SV ロビンフットっていうチームなんですけど、そこのクラブがすごい強くて、昨シーズンはあのカリブ海のチームがたくさん出場する大会でも優勝していて、もう最近結構力をつけている注目のチームです。最近オランダとスリナム両方選択できる選手がスリナムを選ぶケースも出てきているので、ちょっと今後ここ10年20年先が楽しみな国です。国土の9割以上が森なの伊達じゃないですね。ちょっと郊外に出るだけでもう道路の脇が全部これ。というわけで動物園到着です。入り口がすでにボロい。入場料は1人75スリナムドル。なんかもうその辺から動物が出てきそうな勢い。とにかく爬虫類と両生類だけは絶対に目に入れないように気をつけながら行きます。I have strawberry, pineapple, almond, blueberry, passion fruit, orange and ginger. Okay, passion fruit. Passion fruit とオレンジのシロップをかけてもらったかき氷いただきます。こんな感じなんで、すくうことはできないんで、まあ、溶けてきた部分を吸う感じになります。お土産この通りに結構こんな感じであります。なんとトキーホルダーとお皿買いました。結構古着屋とかもあるので、ワンチャン運が良ければスリナムのユニフォームゲットできるかもしれません。あ、ちなみに本当の中央市場はこっちだったっぽいです。道路がほとんどデコボコしてなくて、こうやって歩道までしっかり整備されているので、もしこれが中国のおかげだとしたら本当中国に頼りたくなる気持ちがよくわかります。めちゃめちゃ歩きやすい。バラマリボ、夜になると全く人がいません。昨日も訪れたこちらのおしゃれなストリートで軽く夕ご飯。こちらのお店にまさかのサテがあったので食べます。
では南米の地でインドネシアの焼き鳥サテ、スリナムビールと一緒にいただきます。こちらスリナムの人がみんな飲んでるパルボビール、いただきます。さて、うわ暗くて見えないな、いただきます。もうちゃんと焼き鳥ですし、なんといってもこの甘いソースがもう最高すぎる。ちょっと美味しすぎたのでおかわり、もう一回注文します。追加で3本も頼んじゃいました。余ったスリナムドル全部使いました。これでというわけで空港到着です。帰りは飛ばしてくれたので45分で着きました。というわけでここまで見てくださった皆さん、本当にありがとうございました。これからもたくさんの動画を上げていくので、よろしければ高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。Thank you.